あるのが当然と考えていたらお金はどんどん増える。学生の頃エントランスの綺麗なマンションに訪問する機会があって、いいなあ、大人になったら住んでみたいと思ってた。それから10年くらい経った今、雑誌が置いてあったり、天井から滝みたいに水が流れてたりする綺麗なエントランスのあるマンションに住んでる。願いが叶った時の気持ちまで想像するのがいいと聞いたことがあるけど、エントランスでゆったり過ごす自分を想像した記憶があるから、それが効いたのかな。関係ないけど、滝も大好きなのでめっちゃ癒されます。寝る前にお金が入ってきた。おしつこく何度も唱えたら、今日家族からこの前借りてたお金返すの忘れてた。で1万円返ってきた。すごいプラマイゼロだけどお金入ってきた。引き寄せた。ここで初めて引き寄せを知りました。一時期ニートであまり外出もせず、新しい出会いなど全く期待できないような時期にあまりにも暇なので、願望を書いてみました。大金持ちと出会うと。そしてすぐに、普段なかなか付き合いのない親族から、知り合いに、私ちゃんと年の近い大金持ちがいるんだけど、よかったら紹介どうか、みたいなお話がありました。お話を聞くと、大地主さんところの人みたいなので、後継ぎや地域や親戚付き合いなど大変そうと勝手に妄想し、スルーしてしまいました。こんなのは偶然だと思いつつ、もう一度紙に大金持ちと出会うと書いてみました。そうしたら、また、日にちが経たない頃に、知り合いからいきなり、独身のお医者さんがいるんだけど、紹介したいと言われました。会ってみていろいろ話してみると、これまたかなりのお金持ちのエリート一家でした。私には住む世界が違いすぎるのと、失礼ながら外見が全くタイプではないのでお断りしました。身の程知らずですみません。そして、今はそこそこのお金持ち、自分好みの男性と出会うと紙に記入しています。あと、全く違う話ですが、昔からマクドナルド食べたいと思った時の引き寄せ率がすごいです。食べたいと思うと高確率でその日のうちに家族が買ってきてくれます。面白い。マックいいですね。僕も食べることが好きなので食べ物の引き寄せをよくしています。最近はチョコブラウニー、売り切れでなかなか売っていないお菓子、ピザ、夕方には売り切れてしまうシュークリーム、金福の明太子。これを全部引き寄せました。どれも美味しかったです。何気に食べ物の引き寄せが気軽にできて、気分も良くなるし一番楽しいかも。契約社員だった時に、丸月丸日に正社員登用されるってスケジュール帳に書いた。異動があってうまくいってなかったけど、生活苦しいし勤続年数長いしなぁと思って。丸月丸日、そことは全然比べ物にならないくらい大手に正社員として採用された。福利厚生も手厚くて家賃はほとんどゼロ、手取りは体感的に以前の5倍。契約社員から正社員登用が叶わなかったのは潜在的に望んでいなかったのだと思う。引き寄せがうまくいかない場合、本当はそれを望んでいないのかもしれない。手取りが5倍はすごい。それに比べると小さい引き寄せですが、最近あったことを書きます。今まであんまり引き寄せ成功したことなかったのに、今日は絶対けんちん汁が夕飯に出るから寄り道せず帰るって思ってたら、本当にお母さんがけんちん汁作ってくれてた。嬉しい。お母さんありがとう。なんかピコンってひらめいて、それが現実になったっていうこの感覚、上達してきてるって実感できてすごく嬉しい。叶えられたことがいくつかあって、まず10代の頃から憧れてた人と会話したい、努力して見合う立場になったらと思ってたけど、なんか無理に思えて諦めて他人にそのこと話したら、突然ラッキーで個人的に話すことができた。仕事ではある職業を目指していて、努力してたがなかなかうまくいかず、これも諦めて他人にその気持ちだけ話したら、
実績ないままその仕事もらえた。月収4万円メンヘラ学歴なしだった時、努力して50万稼げたらいいのになぁと頑張ってたが、体を壊して紆余曲折あった後に得意な分野で月50稼げるようになった。努力して諦めて勝手に叶うことが多い。私の努力の仕方が間違ってたんだと思う。もういいって諦めたタイミングで、努力無縁の偶然で引き寄せが来る。好きで努力してる人を否定してるわけじゃないよ。すごく羨ましい。私は全然うまくいかないので、コツなどあれば教えてください。私の場合、多分間違った引き寄せにとらわれすぎて疲れてしまったので、逆に手放しというかブロック解除みたいなのをやりまして、自分を追い込んでいく引き寄せを一度完全に手放しました。もし毎日強く引き寄せようと思ってるのに疲労するしうまくいかないって感じなら、まずブロック解除で引き寄せを受け入れられるように心を整えたらいいかもしれません。大丈夫、もう引き寄せはできてるので、あとはあなたの無意識のブロックを解除するだけだと思います。最近少額ですが宝くじのスクラッチがよく当たります。なんだかよくわからないけど、売り場の前を通った時無性に気になって、じゃあ3枚だけと買ったら全部当たりとか、1枚だけ買ったのも当たってたり、どちらも数千円でしたがよく当たること自体が嬉しいし、なんだか波に乗れたようなワクワクした気持ちがあるんです。大金が入る日も近いかななんて妄想もはかどります。あるのが当然と考えていたらお金はどんどん増えてった気がします。当たると思った懸賞はほぼ当たるし、宿泊チケットなどもゲット、仕事もいい感じの流れに乗れて、若い時に大好きなことでたくさんお金を稼げ、いいマンションを満足いく立地で買えたし、投資用マンションもうまく働いてくれた上に値上がりして売却できた。お金が入ったぞって何の気持ちも入れないで唱えてて平気なのかな。でも気持ちが入らなくて作業的になっちゃうんだけど、悩むな。感情込めた方がいいみたいだけど、私も最初は気持ち入らなくてただ唱えるだけだったよ。私はそのうち感情が込められるようになった。最初は作業的でも、だんだん気持ちを込めていくようにするといいって聞いたことあるよ。潜在意識の達人みたいな人が言ってたのには、例えばマンションのチラシが入っててそれが高かったとする。でもそこで高いとかこんなの買えないとか思ったり言うんじゃなくて、こんなに手頃な値段なんだ、結構安いじゃん、買っとこうかなって大げさに気持ち込めて言うんだって。それとか望みさえすればお金は無限に入ってくるんだよねって言ってる人がいたら、それに同意するように、そうそう、お金は勝手に入ってきて当然なんだよって実感込めて言うんだって。そうやって繰り返し自分に言っていく、自分で自分をその気にさせるという感じだと思う。わあ、またお金が入ってきたよ、いつもありがたいな、というふうに唱えて、気持ちが乗ってきたらちょっと感情を込め、それに慣れたらじっくり感情を込めてみるとかどうかな。洋服でも物でも買うときに、つい値段を見て高ってすぐ言っちゃってる。貧乏が染みついてるんだろうな。断捨離しても物が多いし、お買い得だと不必要でも買っちゃうんだよね。それってお買い得ではないよね。外で家で食べれる飲めるものを買うのはもったいないとか、母親がこんな感じだから私も完全に染みついてる。最近、無駄なものはセールでも買わないとか、食べたいものはもったいないかなとか悩まないで、感謝して買っておいしくいただくとかは気をつけて実践してみてる。あとお金に感謝する、財布を常に整理する、買ったからお金が減ったじゃなくて、お金のおかげでこんなにいいものが買えた、感謝とか、お金が喜ぶことを考えてすることは実践してみてるけど、
染みついた感覚はなかなか反射的に高って思っちゃうから難しい。高、いや、今のなし。この値段ならお金いっぱいあるし買えるけどねってのをすればいいのかな。この感覚変えれた方いますか？自分はもったいないって言ったり思ったりしない。まずそうならないように生活することを心がけているんだ。例えば外食は特別いいお店でない限りはどこの産地かわからないような野菜使っているし、添加物も多いし塩分も多い。自宅で作るのが健康に一番いいんだよねって思ってるから外食しようって気持ちにならないんだよ。洋服とかもたくさんあると迷うし、その迷う時間が無駄。人生の時間は決まっているから、もっと楽しいことに使いたいなと思って。ミニマリストまではいかないけど、長く使えるようなちゃんとしたものだけを厳選して買うようにしている。買う数が少ないから値段は高くても高いって思わずに買えるよ。前は他人と比べて服とかバッグとか靴とかも張り合う感じでたくさん持っていたけど、引き寄せとかを知ってから自分の内面に目を向けるようになって、必要ないものがたくさんありすぎるのに気づいた。不要なものを買わないからゴミも少なくなって最高。環境にもいいよなって思うと清々しい気分でいられる。あとお金の感覚は上司に勧められて始めたインデックス投資で確実に変わった。資産をドーンと持ちたいという夢があって、そういう引き寄せをしていた。ノートにも不労収入がたくさんあるので仕事は趣味みたいなものですとかって書いてた。そしたらある時、そういえばインデックス投資知ってるって上司に聞かれて、いろいろ教えてもらった。これは引き寄せたなと思ったので早速始めた。それが4年前。ちびちび増えてて嬉しい。毎年 5% くらい増えるだけだけど、使えばお金はなくなるのにここに入れておくだけで勝手に増えるのってすごいって感じに思ってたら、物欲がなくなって投資で増えているのもあるけど、普通に年収も増えてきた。金持ち志向になったというか、お金がお金を呼んでいる感じかな。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。